はい、こんにちは、林です。まあタイトルがね、多分すごくうさんくさくなってると思います。読書で人生が変わりましたみたいなね、お前何言ってんだよみたいなね、なんか自己啓発セミナーかみたいなねタイトルになってるかなと思うんですけれども、ただこれはですね、僕自身がそういうふうに感じたことでありまして、で僕ですね、読書、今でこそね、こう読書やってますみたいな感じで、こうこの動画でですね、よく喋ってると思うんですけれども、まあただですね、僕が読書を始めたのはですね、実は、あれ大学の、4年生か。だから22歳の時ですね、に始めて、僕今24歳なんですよ。だから、ぶっちゃけまだ2年ぐらいしか経ってないんですよね。こう本格的に読書を始めてから。で、それまでの僕っていうのは、マジで活字が嫌いでした。本当に。こう高校の現代文とかね、もう何言ってんだこれみたいな、僕本当に国語苦手だったんで、国語苦手で日本人っていうのもなんかあれなんですけれども、まあ、だから大学入試は日本史と英語で乗り切りましたね。英語の方が簡単やんみたいな感じで乗り切ったんですけれども、まあそんな感じで僕は本当に昔は活字が本当に苦手で、こう例えば新書の薄いのあるじゃないですか、あれ読むのに活字が嫌いだから1ヶ月かかってましたね、マジで。もう本当にお前読書する気あんのかよみたいな感じだったんですけれども、まあただとあるねきっかけでこう読書するようになって、まあそれからね、僕の人生は良くなったかなというふうに思っています。まああれから2年経ちましたね。でその、まあ僕のその経験談というのをちょっとお話をしていこうかなと思います。で僕がですね、大学4年生の時にちょうどね手に取った本がありまして、当時ですね、まあ僕大学でちょっと意識高いなんか学生団体みたいなのに入ってまして、でそれでですね、代表とかやってたんですけれども、まあその時にね、まあやっぱりこう周りをまとめる立場だから、こう何かこうマネジメント、なんかかっこよく言いますね、なんかこう意識高いですね、マネジメントみたいなね、いう感じで、こうなんか一冊学ばないとねって思って、やっぱりこう著名な本って言ったら、やっぱこうカーネギーの人を動かすとかあるじゃないですか。まあ、この本なんですけれども、まあ、カーネギーの人を動かすっていう本で、まあ、やっぱこれがね、やっぱこう、なんていうのかな、こう上に立つ人間っていう、上に立つっていう言い方もあれだな、こう、組織をまとめる人間としては、やっぱりこの本って結構いろんな経営者の方が読んでるじゃないですか。もうだから、こう、僕もやっぱちょっと読んでおかないとあれやなと思って、この本を買ったんですよ。まあ、ただ僕は、完全に活字がやっぱり苦手だったので、この本をじゃあ、3日で読み終えようというふうに決めたんですよ。もう期限を決めました。期限を決めてから、もうこの本を買ってすぐ僕はカフェにこもって、こう、まず1件目で、なんか100ページぐらいまで読んで、で、2件目でまあ50ページぐらい読んで、まあそれで家帰ったんですけれども、まあ、結局3日で読み終えることできたんですよ。こう、苦手ながらもね、1日5、6時間ぐらいあの時本読んでたんじゃないかな。まあ大学4年生って暇なので、そういうふうに読んでたんですけれども、まあただ僕はこれがきっかけで、あ、案外本って読めるんだなっていうことを気づいたんですよね。まあこれもまあそんなにね、薄い本ではないんですよ。やっぱ300ページぐらいありますし、まあ内容もね、ちょっとまあ、でもこの本は読みやすいかな。やっぱりこう、洋書の和訳なので、まあちょっとね、こう日本の文化と合わないような表現もあったんですけれども、まあただ、この本を読んで、こう、僕は読書アレルギーっていうのをまず克服することができたかなというふうに思います。で、まあ実際にね、こう読んでみて、なんかもっと読書しようという気になったんですよね。これをきっかけにじゃあ読書習慣をつけようということで、もう毎月だいたい大学4年の時には5冊かな。まあ当時もまだ活字の苦手なのは部分はちょっと克服できなかったので、だいたい月5、6冊を買って読むようにしましたね。まあだからその頃から本への出費がちょっと増えてきたかなという感じなんですけれども、ただこれはもう自己投資だと。今後の人生を良くしていくための投資だと思って、まあそこを惜しまず投入しました。まあ、ただ当時はね、やっぱりこう、まだホリエモンとかのニューズピックスの本とかでも、やっぱりこう、読むのはきついみたいな状態だったんですけれども、まあ、ただ、そういった簡単な本から読んでいくにつれて、ああ、もうちょっと難しい本も読んでみようみたいな感じで、どん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 こう、本の難易度を上げていったといいますか、まあ、最初にね、これを手に取ったので、まあ、そんなに他の本は苦痛ではなかったですね、読むことに関しては。で、まあ、それから社会人になってからも、やっぱりこう、社会人になってから本読まないって人、本当に多いんですよね。まあこれ別に偏見とかじゃなくてデータとして出てるんですけれども、まあやっぱりこう会社の仕事にこうね、
やっぱりこう忙しいから本を読む時間がないみたいな感じであると思うんですけれども、ただ僕はですね、それでも例えば会社が終わってから、あ、ちょっとカフェに寄って本読もうみたいな、1時間でもいいから本読もうっていう感じで本を読んでましたし、やっぱりこう毎日本を読む習慣だけはつけてました。例えば朝早く起きて近くのカフェに行って本を読むとか、ちょっと会社に早く行って始業時間まで本を読むだったりとか、そういった習慣をつけてましたね。まあそれで全然会社員時代、まあ4ヶ月しか行ってないんですけれども、まあこれもね、前回の動画とちょっとつながるところあると思うんですけれども、まあそれでも、月5、6冊は、平均して読むようにしてましたね。で、僕が本読んで何が人生変わったかっていうと、やっぱりこう、多様な価値観を、やっぱり僕の頭の中にインプットすることができたなと思ってまして、まあ、それこそね、今だったらこう、ネット記事とか結構溢れてるじゃないですか。やっぱりこう、スマホでサクッと短時間で情報収集ができる。まあ、ネット記事のいいところってそういうところなんですけれども、ただですね、同じ情報に対しても、メディアが溢れすぎていて、どの情報を信頼したらいいのかわからないですし、そもそもこう文章自体が長くないので、情報が薄っぺらいんですよ。まあ薄っぺらいってこう僕がですね、このネットで情報発信をしてる身が薄っぺらいっていうのもちょっとどうかなとは思うんですけれども、ただこれは僕の経験談なので、まあそこはちょっと素直に言わせてください。で、ただね、ネットの情報ではそういうふうにちょっとこう広く浅くって感じじゃないですか。だけど、こう例えばこういった本をね、買うと、例えば無印良品についてちょっと知りたいな、無印良品のコンセプトについて知りたいなってなったら、もちろんネットでサクッと調べることできますよ。ただこの無地が生まれる思考の言葉っていう本を読むと、こう例えば無印で実際に経営者として働いている人が書いた本でもありますし、例えばこの一冊読めば無印のその思考について知ることができる、じゃあこれ一冊読めば完璧じゃないかっていう感じで、深く知ることができるんですよ。狭く深くと言いますか、深い情報を読書で知ることができるなと思ってまして、僕はそこは読書のいいメリットかなというふうに思います。まあだから現代の人ってやっぱりこうネット記事、ばっかりこう読んで、やっぱりこういろんな情報に触れるっていうことはやっぱ慣れてると思うんですけれども、ただこう読書を通じてこう濃い情報を深く知るっていう経験がちょっと少なくなってきてるんじゃないかなと思うんですよね。で、実際にこう本っていうのは、これだったら無印の思考について、この何ページくらいかな、250ページを使ってもう密の濃い話をされているので、やっぱりこう本読み終わった後でも、あの本にはこういったことが書いてあったなっていうことを一つ知るフックにもなるんですよね。だからこうどんどん濃い情報を知ることができるっていう点では、僕はやっぱ読書はすごくおすすめですね。やっぱネット記事ではそこはできない部分っていうのがあるかなっていうふうに思います。まああと読書はですね、そうですね、まあ前回の動画とも関係するんですけれども、例えば働き方とかに関してもですね、やっぱりこれからの時代はこう日本の賃金はますます下がっているけど、こう周りの諸外国は30年前と比べても 1.5 倍もしくは2倍の賃金が上がっているとか、まあこれからね、こういうふうに IT がこう後進国になっているっていうのを僕は読書で知りましたし、やっぱりこう最新情報、最新トレンドっていうことに関してはネット記事の方がやっぱ早いんですけれども、それでもこう深く知るっていう面でやっぱまだ読書の方が強いなって思います。やっぱりこうネット記事はね、やっぱ情報がやっぱ少なすぎる、一つのメディアに対しての情報が少なすぎるなって思うので、まあ、僕はこういった本を読んで、やっぱ最近のトレンドっていうのは掴むようにしますね。特に最近だったら、こう、TikTok が流行ってるっていうのあるじゃないですか。で、最近 TikTok に関する本が出てまして、まあ、それをですね、こう、本屋で読んだんですけれども、TikTok って僕は、本当にこう、中高生が、こう、小中高生が、まあ、ただこう、なんか踊るとかなんかね、簡単に手軽に動画出して、こう、なんか、陽キャのやるね、なんか動画配信なのかなと思ったら、いや、そうでもないなと、やっぱりこう、これからの時代は、やっぱりこう、5G っていうね、新しい高速の通信手段が出てきて、さらにみんなもっと動画を見るようになると、で、ちょっと話変わるんですけれども、3G から 4G になった時何が変わったかっていうと、画像の処理速度が格段に速くなったんですよね。だからこう、インスタグラムとかが流行ったんですけれども、じゃあ 4G から 5G に移行するって何かっていうと、その静止画が今度動画になるんですよ。動画になると、やっぱりこう、一つの短い動画でも、詳しい情報をね、こう発信することができますし、まあ、やっぱりそういった新しい通信手段が出てくることによって、やっぱこれからは動画の時代だなっていうのをその本でもやっぱ学べましたね。っていう感じで、やっぱりこう読書っていうと、やっぱりこうなんかこう堅苦しいというか、
もうね、まあ、なかなか本も読まない人もいると思うんですけれども、例えばもっと自分の人生を良くしていきたいとか、こう、多様な価値観に触れていきたいってなったら、やっぱり僕は読書おすすめです。ネット記事では体感できないその情報の濃さっていうのを知ることができますし、まあ、僕が4ヶ月で会社を辞めることができたっていうのも、やっぱりいろいろ独立している方のね、本を読んで、なんで僕は独立したのかっていう、その経験談を知っていたからなんですよね。っていう情報を知っておくと、あ、案外独立のハードルって低いんだなっていうのも思いましたし、まあこうやって YouTube とかブログとかで発信しているのも、やっぱりそういったことをやってる人の本を読んだから、自分にもできそうだなって思って始めたっていうのがあります。まあこんな感じでね、今日はこう読書についての、素晴らしさといいますか、まあ読書で人生が変わった話っていうのをちょっとお話ししたんですけれども、まあ話をまとめると、読書っていうのは狭く深く、やっぱ一冊を読めば濃い情報を知ることができるので、多様な価値観に触れられると。で、多様な価値観に触れておけば、こう自分がこう人生で迷った時に、あ、そういえば、あの本の著者も同じようなことで迷っていたなっていうことで、一つ、生きるためのヒントを得られるんですよね。そういったヒントを得られるためには、やっぱりこうネット記事の、広く浅い情報ではやっぱりこう経験できないような濃い情報というのを入手できるので、やっぱり読書っていうのは人生変えるなと思いまして、最近はですね、こうやっぱりこう活字が苦手って方でも、オーディオブックっていうのがあるんですよね。こう耳からこう聞く。耳からこう読書の内容を朗読してくれるっていうサービスもありまして、まあ Amazon とか Audible っていうサービスやってるんですけれども、まあ読書が苦手っていう方はですね、あとこう、なんていうのかな、通勤時間とか使ってもやっぱりこう読書をする時間がないっていう方は、こう、例えば、電車に乗りながらも耳からね、本の内容を聞くっていうのもいいのかなって思います。そういったオーディオブックっていうのも今流行りつつあるので、まあ、その詳細はですね、動画の概要欄にオーディオブックについての記事載せておきますので、まあ、そこからぜひチェックしてもらえたらなと思います。まあ、Amazon とかもやってますので、まあ、オーディオブックって調べてもらったら全然いいかなと思うんですけれども、まあ、その記事に書いてるのでぜひチェックしてみてください。まあこんな感じで普段はですね、無印良品についてのお話もしていますので、ぜひチャンネル登録と、あとこの動画のグッドボタン、高評価お待ちしています。あと個人ブログ、インスタやってまして、まあ今日はですね、僕のその、オーディオブックに関する記事貼っておきますので、ぜひチェックしてもらえたらなと思います。では動画は以上になります。次の動画でもお会いしましょう。バイバイ。